どうも、ハイチーです。昨日2月25日、国公立の二次試験が行われまして、で、それにね、受けられた方お疲れ様でした。で、まあ思い返すこともう15年ですね。もう15年も経っちゃってるんですけど、15年前に、まあ自分もね、東京学芸大学っていうところの前期試験を、まあ、受けまして、で、結果的には落ちたんですよ。はい、前期落ちたんですけど、で、その時の話をちょっとしようかと思います。で、あのね、自分は、まあ、前もちょこちょこ話をしてるんでね、聞いたことある方もいるかもしれないんですけど、当日熱があって風邪をひいちゃってて、でもちろんそれは自分の体調管理のね甘さなので、まあ、何も言い訳をすることはできないんですけど、まあ、試験会場着きましたと。で、自分は二次試験が数学一科目だったので、ね、まあ、試験が、ね、始まって問題書を開くと。で、確かね A4 かな、いや A4 じゃねえや、もっとでかい紙かに台本が2個載ってるのが2枚だったかな、確か。まあ、一つの台本の解答がめちゃくちゃでかいんですよ。まあ、カッコ3ぐらいまで入ってて、まあ、カッコ3とかめちゃくちゃ書かなきゃいけないからさ。で、カッコ1から解けなくてですね。もちろんもう始まった時に、頭がちょっとポーっとしてるなと、もちろん自分でも自覚はしてたし。で、まあ、こう、うちは私立をね、行かせてもらえなかった、NG だったんで、まあ、落ちたら、浪人するかっていう話、まあ、そこの二択だった、浪人するか受かるかみたいな。で、まあ、その緊張感もあったと思うんですけど、頭が真っ白になってしまって、90分だったかな、120分だったかな、忘れちゃいましたけど、もう背中を伝る汗ですよね。もう熱のせいなのか、冷や汗なのかわかんないけど、もう汗が垂れるんですよ、背中を。で、全く出てこなくて、多分ね、台も4つあったうちのカッコ1を自信持って解けたのが1問か2問、カッコ2に手出せたのが1問あったかなぐらいな、ほとんども白紙に近いような状態で終わりました。で、試験やってる途中からもうダメだって思ってしまって、まあ半ばじゃないね、あれは完全にも諦めてた、自分の中では。あ、これは落ちるなって。そう、で、もう最後まで戦わなかったんですよね。あ、もうダメだと思ってしまう。もうへこんでしまうというか、もうなんかね、全部がもう昇進してしまって、その試験時間のうちにね。で、もう当然絶対受からないと。そう。で、しかも、自分が受けた時の前期は、二次比率の方が高かったんですよ。センター比率の方が低かったんで、二次でやらかせば絶対受かることがないと。で、まあ帰りの電車うち、家から学芸までが、だいたい2時間ぐらい電車、2時間ちょっとか電車に乗ってる時間があったんですけど、もう、多分ね、あんま覚えてないですよ、その子は。おそらくもう死んだような目で書いたと思うんですよね。で、親帰ってから、親に何て言ったんだろうな。多分まあ自分当時ひねくれてたんで、何も言わずに、あ、無理だから、みたいなこと言ったんだと思うんですけど。で、まあ結果当然ね、受からなくて落ちて。で、それを振り返った時に、でも、落ちるっていうか不合格っていうのが分かるまでは、ちょっとどっかで期待してる自分がいるんですよ。なんとかならねえかな、みたいな。で、まあ、不合格っていうのが実際に突きつけられた時に、まあもちろん後期がね、あったんで、もう一回チャンスはありましたけど、自分の中で振り返るじゃないですか。すぐ気持ちを切り替えることもできなくて、自分は。で、二つ後悔したことがあったんですよ。で、一つは、まず体調の面。一応、まあ、私立がもともとダメって分かってて、まあ、センター利用とか普通に私立受けたりもしてましたけど、でも、この学芸に受かるために、まあ、1年ちょっとぐらいかな、もう死ぬ気で勉強してきて、で、うちは予備校とかにも行けなかったから、まあ、自分で自学だけでやってきて、本当に必死こいてやったんですよ、あの1年は。だから、このためにやってきたのに、自分のせいで実力が発揮できなかった、体調のせいで。もうその後悔ですよね。結局、例えば受けてても、健康の上で受けてても、焦ってしまったり、テンパってしまって、実力を出し切れないっていうのはもちろんあると思うんですよ。でも、それ以前の問題じゃないですか。試験を、テストに臨む、モチベーションじゃねえや、気持ちとか体調ができてないっていう。で、それをものすごく後悔したんですよ。だから自分、体調のことめちゃくちゃ言うんですよ、動画で。そう、整えるのは体調がまず一番だからってよく言うんですけど、まずは、体のコンディション、そこは、ベストで持っていこうと。気持ちはまだ難しいですけどね。心身ともに整えは難しいですけど、こっちの芯ぐらいは、体のね、整えていけばよかったなって、ちゃんとすればよかったなって、手洗いうがいしてない日があったんじゃないかなとかね。それが一個の後悔。で、もう一個は、こっちのがでかい後悔なんですけど、最後まで戦い抜けなかったのがすげえ後悔したんですよ。もちろん、
もう解いてる途中でダメだって思いました。多分思ったけど、思って、もうね、仲間も諦めて解いてたんですよね。まあ解いてたかどうかも怪しいぐらいに。あれは最後までやりきればよかったって。最後のそのチャイムが鳴るというか、終了って言われる瞬間までは、結果的に変わらなかったとしても、不合格っていう事実が変わらなかったとしても、解けた問題が一問も増えなかったかもしんないけど、戦い抜けばよかったって。ものすごく後悔したの。で、そっちの方が俺はダメージがでかくって、最後までやりきれなかった自分にもう萎えたし、何やってんだ自分って。で、まあ、体調のこともあったからさ。で、まあ、後期までが10日から2週間ぐらいだったかな、当時。で、まあ、勉強机に座るんですけど、まあ、ちょっとノイローゼ気になってしまって、もう勉強机に座って勉強の参考書見ると気持ち悪くなるみたいな状態が続いてて。でも、まあ、最終的には、やるしかないと思って。で、後期で落ちたら浪人ですよね。もう浪人か、本当に瀬戸際になってて、浪人嫌だなって、もう一年きついなって思ってたけど、その前期の反省を生かして、もう、戦い抜いてこようと。当日どうなるか分かんないし、結果も分かんないけど、俺ね、お前は最後の一流までやってこいちゃんと、みたいな、風に思って、もう切り替えて、だから、その勉強づけ、そうやって気持ち悪くはなるんだけど、でも、今この瞬間しかもうできないって、あと10日ぐらいしかないんだから、やろうぜって。うん。ただ、体調がまず一番だから、睡眠不足になってしまったりとか、健康を崩す勉強はやめようと。うん。っていう風に決めて、残りの10日間切り替えてやって。で、ほんと後期行った時は、もうね、なんだろう、失うものはあったけど、なんかすごく軽かったの、体が。もうやるしかないって。目の前に出てきた問題用紙の解ける問題を一問でも多く解くしかないと。解けなかったらどうしようって。いや、今の実力で解けないんだからしょうがないよね。これまで培ってきたものを出すしかないじゃん。やってこいよ、俺。って。で、気持ちよくというか、手応え的には、そんなめちゃくちゃできたわけじゃなかったんですよ。うん、ああ、これ微妙って思いながら終わりましたけど、でも、自分が出せるものは、ある程度出し切れたかな、とは思って、結構清々しく、帰りの電車は帰れたんですよ。最後の後期は。で、まあ、その後期がセンターの比率が高かったんで、センターはちょっと取れてたんで、プラスで。だから、まあ少し逃げ切りでね、多分ギリギリだったんですけど、でも受かることができて、まあ結局ね、さ、終わり良ければ全て良しじゃないですけど、でも、この前期終わった後、多分いろんな気持ちになってる方がいると思うんですよ。で、もうね、まあ結果まだこの動画見た時に出てないかもしれないですけど、でも、結果出た時に、まあ、切り替えなきゃいけない方とか、いろんな思いをね、いろんな辛い思いをしてる方がいると思うんですが、自分から言えることは、そのまだね、この後受験がもうちょっと続くと、中期後期に続く方もいると思うんで、ぜひやりきってきてください。ごちゃごちゃ考えるのはしゃあないと思うんですよ。自分もごちゃごちゃ考えてたし、うん、ただ、終わった時にやっぱり次につながるようになってほしい。それが大学生活につながるのか浪人生活につながるのかわからないですけど、うん、全力を出し切る、最後までやりきるっていうのはすごく大事だと思います。俺はもう二度とあんな後悔はしたくないので、心が折れて、諦めたっていうのはね、戦ってる最中に諦めるなんてっていう。だからぜひね、まあ、本当にね、不合格っていう通知が来た後に見てる方もいると思います。本当に気持ちが昇進しきってる方もいると思うんですけど、ぜひ、どういう状況かわからないけど、最後の1秒まで戦い抜いて、で、次がみんながどんな道に進むかはわからないんですけど、その次につながる道に一歩踏み出す、その力には絶対になるから、その姿勢が。ぜひね、最後の1秒まで戦い抜いてほしいと思います。